ショパンの幻想即興曲動画ピアノレッスン第9回目です。今回から3回にわたって第1部、つまり1小節目から40小節目までの両手を合わせる練習を一緒にやっていきましょう。これから3回のレッスンで7つの練習パターンを提示します。順番通りに必ずやってクリアしていってください。最初のパターンは左手を最初の音と残りの3つの音に分けて、こういうパターンの上に右手はそのまま、重ねてくるという練習をやりましょう。なぜこういう練習をするかというと、この右手4つに対して左手3つというパターンで、どの音がどのタイミングで一緒に合うのかっていうのを体に染み付けるためです。まずここ右手のこの音が左手と合います。そしてまたこの音が左手と合って、そしてまたこの音が左手と一緒になるっていうパターンを体の中にしっかりと染み込ませましょう。そのための練習です。これをまずやってください。そして次の練習パターン。今度は最初の2つの音を一緒にして、左手の最初の2つの音を一緒にする。そして残りの2つの音をまた一緒にする。というパターンの上に同様に右手はそのまま、という練習をしましょう。こうすることで手の最低限のポジション移動が身につくとともに、またそのタイミングを、右手と左手が合うタイミングを体に染み込ませるためにこの練習は必要です。この2つの練習を次から応用していって、さらに原型に近づけていきます。まずはこの2つを、この順番の通り、最初はこのパターン、2番目は2つ目の練習はこの2つの音ずつでのパターンを、この、第1部を通してやってみてください。これが完成するまでは次の練習に移らないことです。それではこのレッスンが役に立ったと思った方は高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。またどんどんレッスンを更新していきます。楽しみにお待ちください。